助かる。諦めるな。はい。門だ。門が見えてきた。もう少しだ。頑張ろう、ユーファー。キユニさん、あれ。ユーファー。お前たちは逃げろ。イルガさん、加勢する。イルガ、お前は二人を連れて逃げろ。しかし早く行け。すまん兄さん。な、何、待って、兄さんが。行け、ユハ。お願い、離して。ありません。
やっと着いた。でも、なんかすごくない？わーお！アイテム売り放題！早速お仕事お仕事！皆さん！皆さん！ゲールかけますよ！ちょっと！どうした？買い出しに行くよ。なんだよ。あれ、どうしたの、デイブンさん。どうしたもこうしたも、見ればわかるだろう。店じまいですよね。どうして？早すぎるでしょ。最近はみんな日が暮れると家に閉じこもってるのさ、俺。まあそんなわけで商売にならないから店じまいさ。あんたらも早く家の中に入るんだな。家なんかないわよ。だったら宿屋に行きな。行ってもいいけど、その前にアイテム売って。悪いな、また明日来とくれな。じゃあ、日が昇ったらすぐに店出すからよ。そしたら来てくれよ。あそこにいるのですね、亡霊が。亡霊？モリー。あ、はい。夜な夜なゲフェントワーから不気味な声が聞こえて、今までたくさんのパーティーがその正体を探りにダンジョンに入っていったのですが。おかげでうちは毎日満室で、そういう意味じゃ嬉しいけど、噂が広まって誰もゲフェンに来なくなったらと思うと。よし、ゲフェンの亡霊の正体を暴いてやろうよ。私、お化けとかダメな人なんだけど。でも、亡霊を退治したら、ゲフェンの人たちが感謝してくれるです。アコライトたるもの人に喜ばれることをしないと。そうよね。やっぱり人に喜ばれてこそ、アコライトよね。よっしゃ、明日はゲフェンダンジョン攻略だ。回復アイテム大量仕入れ、商売になりそう。また全滅か。なんということでしょう。大丈夫、僕たちなら絶対に亡霊の正体を暴けるって。お前たち、ゲフェンダンジョンに入る機会？ほら、無視するんじゃないよ。犬が喋った。珍しい、ペットにできるのこれ。ほら、やめんか。私は犬じゃないよ。どうしました、マリア様。おぉ、カトリーヌ、なんとか言っておくれ。こやつだ、ゲフェンダンジョンに入るというのだよ。変な犬。ほら、取ってこい。あなたたち、恋人同士？あ、違います。私たち、ただの幼馴染です。ともかく、あなたたち、本当にゲフェンダンジョンに入るつもりなの？無理だ。上級職のパーティーですが全滅してるんだぞ。どうかなさいましたか？この声は。やっぱりタキューさん。あら、あなたたち。何？お久しぶりね、タキウス。いつ戻ったの？先ほど着いたところです。で、この子たちがどうしたんですか？こやつら、ゲフェンダンジョンに潜るというのだ。なるほど。実は私もゲフェンダンジョンに入ろうと思っていたのです。本当に？私がこの子たちの面倒を見ます。他人数の方が心強いですし。確かに
あなたが一緒なら無茶はしないと思うけど。何を言ってる！私は許さないよ！ねえ、ねえ、誰？タキウスさん、プロンデラで知り合ったの。私たち三人で時計塔管理者を倒したのよ。すごーい！はじめまして。あたし、まーちゃんとのまーや。まーちゃんって呼んでください。魔法のアイテム、よかったら使ってくださいね。結構です。そうですか。でもいつでも言ってくださいね。感じ悪。赤っぽに白っぽ、それから青っぽ、それからそれから、あと脱出用に蝶の羽もいるかな。あれはお話があります。はい。あの子をパーティーから外すことはできませんか？え、どうしてです？そうですよ、なんでですか？あの子は危険です。あの子は我々とは違う目的を持っています。そういうものをパーティーに入れるのはよくありません。誰が危険だって？あなたのことです。あなたが一緒にいるとこの子たちのためになりません。とんでもない。まーちゃん二人のためにとーっても役立ってるんだから。タキウスさん、落ち着いて。マーヤちゃんも落ち着いて。やはり来るのですか？当然だよ。ねえ。みんなで仲良く行きましょうよ。ほら、人数多い方が楽しいし。そうですか。どうしても行くの？まったくバカな連中だよ。どうも。あの子、あの目隠しをまだしてるんだね。ええ、まだあやつから離れられないのか。急ぎましょう。はい。へへ、どんな問題？お見事です。でも油断は禁物ですよ。どんなモンスターが出てきても僕の敵じゃありませんよ。見ててください。不用意に言ってはダメです。大丈夫ですよ。危ない。今のはちょっと調子が悪くて。そうだよね。これ食べて次は頑張って。奥に行くほどモンスターは強くなっていきます。これからはこの間の作戦で行きましょう。はいはい。まーちゃんはどうすれば？
あなたはそこでキャンディーでも舐めてなさい。来ましたよ。はい。ホールドマント。大丈夫ロン。ありがとうユーファ。やったねお兄ちゃん。はい、人参ジュース。のんびりしている時間はありません。行きますよ。はい。つまんない、商売にならないし帰っちゃおうかな。ユーファさん、速度増加も。はい、サンキュー。サンダーホーム。あ、大丈夫？ああ、こんなの平気、平気だよ。ダメです、ウィスパーにはその攻撃は効きません。ラストダイバー、今のうち逃げましょう。え、そんな、そうそう、まだレアアイテム出てないよ。レアアイテムより命の方が大切です。行きますよ。どうやら遅かったようです。ロア、ユーファさん、魔法を使います。サポートしてください。はい。ユーファ頑張って、もうすぐタキウスさんが。タキウスさん、しっかりして。タキウスさん、毒にやられました。まさか逃げるなんて。ごめんなさい、タキウスさんの言うことを聞いていればこんなことにはならなかったのに。いいえ、最終的には私も認めたのですから。
あなたのせいではありません。でも、どうして？パーティーに入って回復アイテムを売りさばく。その上レアアイテムも稼いで、危なくなったら逃げてしまう。そういうタチの悪いマーちゃんとがいるのです。そんなことない！マーヤちゃんはそんな子じゃないよ！何言ってるんだよ！現に僕たちを見捨てて逃げ出したじゃないか！それは、きっと何か理由が。人は時に、現実から目を背けたくなる時があります。しかし現実は一つです。逃げてはいけません。いいえ、私は信じてます。え？ああ！来るな！来るな！これはファイヤー刀。それ火属性の剣だからお化けも切れるよ。よし。お兄ちゃん大丈夫？ありがとうマヤちゃん、その剣を取りに行ってくれたのね。ちゃんと言ってから行かないと、逃げたのかと思うじゃないか。ごめんなさい。外だ！ユーファさん、もう大丈夫です。はい。助けてくれたことには礼を言います。でも、どうして戻ってきたのですか？そうね。放っておいてもよかったんだけど、まーちゃんのこと嫌ってる人に恩を売っとくのもいいかなと思ってね。もう一度挑戦するぞ。お兄ちゃん、ファイヤー刀の代金立て替えといたからちゃんと払ってね。リベンジに燃えるロアン、ファイヤー刀を手に入れたロアンに敵はない。しかし次回、それはお前の力なのか。またのご利用お願いしますね。